なんだこれは、スターウォーズかな、え違う、これはゼルダの伝説だ。どうもジョーです。今回はね、レゴのミニフィギュアシリーズのシリーズ19を購入したので開封していきたいと思います。では行こう。で、購入した商品がこちら。はい、3つ購入しました。ドンキーホーテでワワセールでやってて、3つ、1つが普通500円くらいなんだけど、3つ合わせて1100円って、まあ多分安いんだろうなと思って買ってきました。ワゴンセールだったもんで、一応触れて、なんかなんとなく、ちょっと大きいやつを、パーツが大きいやつをちょっと選んでもらって買ってきました。では、開封していこう。では、1袋目いきます。これは一体誰なんだい？え？説明書入ってたかと思ったんだけど、こいつの説明書じゃないよね。まあなんとなく作れると思うけど、なんだこれは、スターウォーズかな？え、違う、これはゼルダの伝説だ。絶対違うけど、あ、顔あった。え、何このダース・ベイダーみたいな。あ、待って、なんかつけるじゃん。なんでこの説明書はないの？肩に、肩パッドみたいなのつけて。なんて、めちゃめちゃ賞金かかってる。なんかダース・ベイダーっぽいやつ。11番だね。なんでこいつの説明書がないのか、いまいちわかんないけど。2袋目いきます。お、シャワー浴びてる。え、お、このプリントパート面白い。これは多分さっきと同じやつだから開けない。すごい泡、大事なとこちゃんと泡で隠れてる。ホゾカパーツ初めて。え、かわいい。これこういうことか。こういうことだよな。合ってるこれ。もう多分こういうこと。タオルを腰に巻いてる感じか。え、これどうやってつけるの？これにはまんのか。はまる。あ、そういう使い方もできるんだ。え、かわいいこれ。3袋目いこう。これね、いっちゃんでかいんだよね。多分ね、自転車が入ってると思うんだよね。あ、自転車だ。顔が2つある。サングラスか、あ、目つけとくか。かわいい女の人だな。チャリンコライダーだねこの人は。絆創膏をつけてる。このパーツは初めて。嬉しい。これ乗れるよな。これ乗れるわ。足浮いちゃってんだ。足浮いちゃってるけどいいのかな。今日頑張ってはめてみたけど足若干浮いちゃう。はい、ということで3袋とも全部開封し終わりました。まあね、これで1100円って考えるとどうだろう。ミニフィグ3台で1100円ってなんか若干高い気もするけど、まああれ自体が本体価格が500円くらいだから、まあそれを考えればまあ安いのかなって思います。今回はこれで終わります。もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ、また会いましょう。